ちゃんとあのね、自分がはっきり分かってても文章に落とすってなかなか難しいです。で、文章に落としたやつを相手に見せたら相手が理解せえへんということもようあるじゃないですか。で、相手が理解せえ、特に銀行さんに事業計画書を出して銀行さんが理解してもらわれへんかったら、それは使えない事業計画書になっちゃうわけですよ。どれだけ具体的にやって相手に理解してもらえるか、これが書ける書けへんで、だからプロデューサーって事業計画書をきちんと書ける必要があるんですね。そこまでちゃんと、プロデューサーの一番大事な能力というのは相手にプレゼンテーションする能力なんですよ、はい、こういうのを提供しますよというプレゼンテーションする、こういうのをちょっときちんと磨いてほしいなと思いますね。だからね、まずね、自分のビジネスアイデア、例えば自分のビジネスでアイデアであったり自分のスキルであったりいうのをブラッシュアップしようと思うときに、まずやっていただきたいことっていうのは、なんかセミナーみたいなのみたいなまずね、自分の考えてることを書き出そうということ。まず一番初めは考えるということでしょ。考えると始まらないから、で、考えたことを次何するかって言うたら書き出すわけなんです。大概の方は自分の考えてることを頭の中でなんとか練り上げようとするんですけど、絶対やったらあかんのですが、まず考えたこと、今箇条書きで書いてくださいって言ったでしょ。それ今この書くいうのをやってほしいからなんですよ。で、書くでしょ。人間ってね、人間の記憶力ってね、一度に覚えられる数というのは5プラスマイナス2なんです。だから最高でも7つのことしか覚えられないんですよ。でね、新しい発想をしようと思ったら、あるもんとあるもんの組み合わせで新しい発想できるわけですよね。だから例えば頭の中にもう5つのアイデアがあります。新しい発想出てきました。この5つを組み合わせて新しい発想が2出てきましたってなったら、これ以上もう新しい発想出ないんですよ、実は。だから一旦頭の中に空にしたなんて当たるんですよ。で、空にするために何するかって書き出すんですよね。書くことによって頭の中別に覚えておく必要なくなるから、ゼロになるから。で、書いたやつを次どうするかというと、書いたやつを見るんですね。自分の頭の中出たアイデア1、2、3、4、5、新しく出てきたアイデア1、2、これ書き出すことによって頭の中を残す必要ないでしょ。ほんだらこれ見たら、あ、これとこれ組み合わせられるな、新しいの出るな、あ、これとこれもいけるやん、あ、これとこれもいけるやんって見ることによって新しい発想ってどんどん出てくるんですよ。だから書き出して見るっていう作業ってめちゃくちゃ大事なんですよ。皆さんはこの書き出す作業をしないですし、見るっていう作業はあんまりしないですよね。でもこれをするだけでもう新しいアイデアを得ようと思ったら書き出して見るっていうのすごい大事なんです。あ、そうですね、うん、ほんで見た後次何するか、もっとブラッシュアップしよう思ったら話すいうこと。人に話するでしょ。今前立って説明してもうたじゃないですか、話してもうたじゃないですか。多分話してる最中に俺こんなこと考えててんやって気付いたことって結構あると思うんですね。だから実は話すことによって自分の頭の中整理したり新しい発想で出てきたりするんですよ。これはね、話すことでしか出えへん発想いうのもあったりします。だからどん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 情報発信をしていくっていうのがすごい大事なんです、アウトプットね。で、話した後次どうするか聞くんです。相手からの意見を聞く、質問をもらう、質問を持ったり相手から意見をもらう、これどういうことか言ったら自分と違ったものの考え方の情報を入れるということなんです。違った視点でものを見たらまた違った発想出てくるわけでしょ。だからいろんなことを聞くわけです。聞いたら次どないするかってまた書く、それを書き留めるわけですよね。で、書いたやつをまた見る、で、見たやつ見てまた考える。これね、インプットばっかりしてたらもう7つ以上溜まってまうから、それ以上新しい発想出ないんですよ。アウトプットばっかりしとったら人間って
あるもんとあるもんの組み合わせをして新しい発想をするんで、ゼロからね新しい発想ってなかなか出ないんですよ。あるもんとあるもんの組み合わせで新しい発想出てくるから、インプットしすぎたらふん詰まりになってまうし、アウトプットばっかりやっとったら今度は発想の元がなくなるんですね。だからインプットとアウトプットを効果的に繰り返しやるっていうのがすごい一番効率いいんですね。これ見てもらうと分かると思うんです。考えるのを書くってこれアウトプットでしょ。書く作業ってアウトプットでしょ。で書いたやつを見るっていうのは、見るってインプットじゃないですか。だから見たやつを話すのはアウトでしょ。話したやつを聞くのはインプットでしょ。聞いたやつを書くのはアウトプット。書いたやつを見るのはインプット。これ見事にアウトプットとインプットの繰り返しじゃないですか。これをああいうインプットアウトプットスパイラルって言います。これをどれだけ回すかによってどん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 ブラッシュアップできるんですね。事業計画書書くときなんかこれをどんどん回していったらすっごいいい事業計画書できますよ。この IO スパイラルというのは僕が考えた言葉やから他はどこにも載ってないですからね。お、発明。そうですよ。ここで本書けるね。いや、これだけだったら4ページぐらいしか書かれますけど。だからこういうのをねやっていったら、だからこういうの一つ覚えるだけでもちょっとやってみようかなっていうふうになるじゃないですか。だからあんまり難しいことたくさんやらんでええから、単純なことをいろんなの試してみる。でもその過程においてはちゃんと情報の整理をしていくっていうのはすごい大事なんちゃうかなとは思いますけどね。これ覚えとったら結構ええですよ。皆さんもねこれセミナーなんかでやったら結構ね説得力を持たせることができます。ワークを絡めたセミナーって絶対これあるんで、これできるんでね。でワークをやって、なんでこんなやらせたか分かりますかって、これやったら皆さんのレベル上がるんですよっていうだけで箔つきますから、はい、これテクニックの一つね、覚えてください。出口あるんかないか分からない。岡村手書きがいいんですかね。はい、手書きがいい。はい、ワープロ。ああ、ワープロダメです。手書きがいいです。はい。なるほど。手書きがね。僕も手書きしてるんですね。うん、やっぱりね、書くことによって、まあ、書きながら見るじゃないですか。叩くだけなんですよ。アクション一緒なんですわ。書くのってアクション違うでしょ、一文字一文字。だからね、やっぱり指先を動かした方が脳は活性化していくんで、書いた方がいいですね。はい、すみません、ありがとうございます。何かありますか、聞きたいこと。さらさん、自分のその情報発信の仕方ですね。はい。修行と、修行というか自分でやろうとしたときに、その自分の情報発信の仕方としてどういう、なんていうか、プロフィールをどう見せたらいいかとか、はい、そういったところにどういったところに気をつけたらいいか。例えばプロフィールなんかは、まあ、分かりやすい例ですよね。プロフィールでも、そのプロフィール何のために使うねんっていうことによってプロフィール変わるわけですわ。例えば僕、皆さんには1枚 その名刺しか渡してないですけども、一応いつも2種類の名刺持ってるんですね。これ2種類の名刺、こっちはV 字回復コンサルタントという肩書きです。でこっちは繁盛修行プロデューサーっていう肩書きです。こっちの繁盛修行プロデューサーの方の名刺いうのは、修行さんとかコンサルタントさんにと会った時に渡す名刺なんですわ。でこっちの方は V 字回復コンサルタントというのは、銀行とか商工会議所とか経営者の方に渡す名刺なんです。で
なんでか言うたら、その私と会う人でもその目的が違う場合あるじゃないですか。僕はちょっとやってることが広すぎるんで、だから人によってできることをちゃんと分けた方がええっていうふうに2種類作ってるんですけどね。だから繁盛修行プロデューサーさんに、繁盛修行プロデューサーとして渡す名刺にはちゃんと私はこういうふうにして修行を繁盛させるんですよっていうプロフィール、つながるプロフィールにしてますし、V 字回復コンサルタントとしては、あ、私はこういう手法で皆さんに V 字回復させるんですよ、こういう経験したから V 字回復させることができるんですよというプロフィールにしてるんですね。だからその自分がどういったプロフィール、誰に対してどういうふうに思ってもらいたいかによってプロフィールって変えんとあかんのですわ。茅野さんも多分されてると思うんですけど、本書くときって書く本の内容によってプロフィール変えますよね。変えないですか？私は変えてない。変えてないですか？もうそういう人もいてるんです。いや、そこはね、もっといい加減ね、自分でも。うん。でもそのやっぱり自分のやってることに対して説得力を持たそうと思ったら、その見せたいプロフィールの見せ方って当然変わってしかるべきなんですよね。だから私はセミナーによって、例えばコミュニケーション系のセミナーやったら、あ、こういうふうなコミュニケーションスキルを身につけるようなプロフィールにな、こういうふうな経験してきましたよっていうプロフィールになってますし、モチベーションの話やったら、こういったモチベーションを高める、こういうふうに私はモチベーションを高めてきたんですよという経験を全部書くわけですよ。なら自分、例えば仕事が欲しい、修行としての仕事が欲しいっていう時は経験書いたらあかんのです。修行としての、修行としての仕事をもらおうって思うプロフィールは、これはね、共感を取れるようなプロフィール書かんとあかんです。自分が仕事に対する思いであったり、こんな思いで仕事やってるんですよと、こんな経験したからこういう思い、理念を持つようになったんですよ、私はあなたたちにこういうことを提供してお役に立ちたいんですよ、うん、っていうこと、それは心の底からその思いを出すことによって、あ、私この人好きってなってもうたら選んでもらえるんです、うん、ね、修行さん選ぶ時って基本的には困ってる人ね、困ってる人はちょっと税務署入んねんと、税理士知り合いいてへんねんという時は、とりあえず税務署対応に強い税理士言うて知らでネットで調べるわけなんですよね。でもね、基本的に税理士探してんねんって言った時に、その切羽詰まってない時は税理士探してるって言った時に、何を基準に選ぶと思います？笑顔。はい。え？笑顔。近い近い近い。笑顔 OK です。ね、もう答え言いますね、うん、この人わしと合うか合わんかなんですよ。だからこの人ええ人や、もう究極的に言うとこの人ええ人やなって思ったら採用してくれるんですよ。だからええ人やなって思ってもらえるような共感の取れるプロフィールを作ることによって、この人と一度会いたいな、それを僕は共感プロフィールって言ってるんですけども、その人となりが分かる、思いが分かるプロフィールっていうのが一番大事なんちゃうかな。思いが伝わるプロフィールっていうのが、まずそのコンサル、修行コンサルタント、まあこれは営業マンも一緒なんですけどね。だから経歴を書くプロフィールをみんな書きがちなんですよ。違うんです。なるほど。経歴よりも経験を書いて、そこからこういう思いにつながったんですよ、だからこういうふうな貢献したいんですよ、だからそういうふうに勉強してきたんですよっていうことを書いた方が、この人に頼みたいなと思うんですよ。今日初めて聞いた、それ誰か。いや、それ僕が今の経験から経験から。なるほど。どうね、医者だもん。いや、もうそうだと思います。あとね、そしたらちょっとね、その共感プロフィールに何本か書いてるわけですよ。で、ちょっとね、今皆さんにちょっと読んでみましょうか。なるほどって書いてあるね。自慢ばっかり書くことですね。自慢書くんじゃなくて、重いですね。実績ばっかりね。だから実績なんですよ。実績は確かに見せる必要はありますよ。こういう実績があるから私に頼んだらええでしょっていうのありなんですけども、でもその実績を作る上においてどういう思いでやってきたかって言うた方が
ああこの人に頼みたいって思うじゃないですか。さっき書いてたあの繁盛税理士で、うん、経験ないんですよ。うん。さっき書いた。はいはいはい。ただキャッチフレーズが優しい税理士ってずっと言ってた。うん。まあそんなんでいいんですよね。例えばね、僕あの私はこの教官プロフィールっていうのを私についてって言ってるんです。私についてプロフィールね。で僕一番初めに独立した時にこれ、作ってもというかプロフィールこんなことしてんこんなことしてんって言って話したら知り合いのライターがほんならあんたのプロフィール作ってあげるわ言って作ってもうたのがこれなんですよ。今でもこれ見るために涙ぐみますけどね、うん、これその時私について、はい、大学を卒業して金融機関に勤めました。預金を集めたりまた融資したりという業務を13年間、ほとんどの時期を顧客と直に接する部署で過ごしました。仕事が好きで、そして誇りを持っていました。ところがある日、勤務先が破綻。大好きな仕事と、そして誇りを失いました。私は組織を離れました。どうしていいか分からない日がしばらく続きました。異業種交流会、名刺交換会、資格、勉強会、ビジネススクール。その全てを課してスケジュール帳を埋めることに不信したのは、自分が何かの、あるいは誰かの役に立っている自信がなかったから。そんな時かつてのお客さんから一本の電話がありました。東川君、うちの会社まだ資金調達で困ってるんだ。お金の借り方はもう一度教えてくれないか。日々無力感と戦っていた私にその方は君の力を貸してくれと言ってくださった。私の力、コンサルティングを通じてさらに賢い資金繰りが可能になったり、あるいは人事や業務進行をはじめ各種問題が解決するなど